リサ族は卵化植物の一族である。学辺三枚が大きく発達した花をつける。花の美しいものが多い。この族はアフリカの南半分に分布する地生卵で、花は学辺三枚が発達して、おおむね三角をなす。花弁はいずれも小さく、また学辺に虚がある点も珍しい。花の美しいものが多く、特に欧米で改良が盛んに行われた。 族の学名の由来は不明であるが、一説には、ラテン語に由来するとし、ィスが、止めるの意味で、花が美しいことから、というものである。また、ケープ地方での呼び名に由来するとの説もある。またですが、豊富なの意味であり、その美しい花に由来するとの説もある。実際購入た、図版ユニフロラの花の中心部地面に根を下ろす、地上性の欄である。 地下に開根を持つ草性の植物で、茎は単一で直立する。開根は細長い形をしている。茎の基部から先端に向かって、少数から多数の葉をつける。葉は線形から甲卵形で、葉質はやや肉厚で柔らかい。花は先端に少数、または多数を相乗化除につける。花の大きさは様々で、花色も多様。 火火の内で学編がよく発達する。背学編は頭巾状に発達し、その背面には巨火先の丸い突起を持つ。側下弁と随中はその基部に収まる。側学編は左右に張り出す。側下弁は小さく、新弁はもっと小さい。新弁に巨がなく、背学編にあるのは乱化としても得意なものである。随中の構造は複雑で、おしべは、 随中の先端から伸び出して、ほぼ180度折れ曲がって、下を向いている。2007年の段階では170種が知られ、その大部分は、サハラ砂漠以南のアフリカ大陸に算する。それ以外では、マダガスカル島に4種、レイユニオンに1種、それに、アラビア半島に1種が知られている。とも集中しているのは、植物区系でいうところのプ区にあたる地域であり、 ここには92種が知られ、そのうちの78種はこの地域の固有種である。最も禁煙なものはスキセデムである。この族は本族と同地域に緑種のみを有する小さな群であるが、本族と合わせて自子内ディサアレンを構成するというのが現在の扱いである。分類的な扱いは敬意が複雑で何度も複数の族が建てられ、 それらは改めて本属にまとめられた。上記のスキツエデムも本属の動物異名に扱われたことがある。属内をア族やフシに分ける扱いも何通りか提案されているが、まだ確定的なものはない。形態的な特徴で区分されたフシは、分子系統のデータからは系統を反映したものではない恐れがある。本属に近縁なものとして、日本では、 ジョーロウランディスピリーズサイアメンシスが沖縄の八重山諸島から知られている。この種が属するジョーロウラン属もアフリカに分布の中心があり、アジアにはインドからニューギニアの熱帯域に数種があるのみである。ヨーランとして栽培される。特にディサユニフロラディウナフローラは世界で最も美しい花の一つと言われ、ヨーロッパやアメリカではよく栽培されてきた。南アフリカには 本属だけの愛好家協会があり、また本属を専門に取り扱う業者も存在し、いわば理差族の文化がある。ただし、日本での栽培は非常に難しい。後輩品も作出されている。古くは1891年にビーチが最初のものを登録し、1920年頃までに登録品種は10種を超えた。その後しばらくはなかったものの百八十一年に、 世界欄会議が南アフリカで開催されたのを契機に新品種が次々に登録されるようになった。唐沢監修 P237 園芸植物大辞典 P2845 以下、主として園芸植物大辞典 P2845 唐沢監修 P237 唐沢監修 P237 唐沢監修 P237 横田 P227 ハット、バイトビアへ通る、バイトビアへ通る、横田、P226 前川 P1975、福原、P43 園芸植物大辞典、P2845。ありがとうございます。